はじめました。えー、マイス、Q、のスキン更新のザイクスキュガンショーのお時間です。はいえー、今回は一ソロ94ということで、今日16日の19時頃から、えー、新メンバーの発表が、まあ、動画として上がってるみたいなので、はいはい、今回この場にいないクルーズを含めて、はい、僕3人プラス、まあ、僕の加入が、そしてジョンともですね。あー、そっか。はい。はい、ということで、えー、新加入プラス、まあ、コーチも2人入ってるということで、はい、今回のゲストは、 はい、その中から2人ですはいじちょっと軽く自己紹介いただけますか、はい、またえー、フェンネルから移籍してきました、えー、ショートです <laughs> はいフェンネルから移籍し,、ま、してきましたと XT <laughs> <laughs> です <laughs> もう一回やるいやいい,いいっすよいいもう一回いい ?1 個も蹴っていきます もう帰ってくもう帰ってきます。はい。ここまでノーかったよ。いよ、いよ。フェンズルから意識していきました。水森裕人です。おー。水森裕人くん。はい。本名でね。フルネームなんだ。えっとね、クルーズが、はい。ちょっと諸事情で。諸事情でね。はい。これない。まあ、活動には出てるんですけど、ちょっと撮影 NG ということで。はい。おお。嘘ですけど、はい、ちょっと諸事情で出れないので、今回はまあ三人のうち二人を招いて、 はい、いろいろ聞いていきたいなと思ってます。はい。お願いします。ま、まずは、元気ですか俺はい。お、俺なの黒さん。元気ですか元気すよ。元気ですかはい。最近ロールばっかしか、ばっかやってるよね。まあまあまあ、でも、バルラントも、あの、今週から私復帰するんで。あ、本当ですかはい。復帰ってどころですかいや、もう、新メンバーに。復帰するために。あ、来年の、はい。来年のゼータデビジョンに復帰するために。はい、狙っていくんで。 なるほど。はい。ま、一旦じゃあ明るい右かないや、もう、いいっすよ。そういうのもね。右からスプリットワン出ていけばいいんじゃない v c g で。まあまあまあ。狙ってきますよ。ね。狙ってってください。まあ、結構、イニシエーター、あの、彼なんで。狙われちゃうイニシエーター、やっぱ彼なんで。負けないっすよ。いや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 、負けないっすよ。結構、他の、他のイニシエーターに対してのね、ライバル心結構強い。あ、そうなんだ。 どっちでどっちどっちそんなことないわけないまあでもわかるそのあのライバル心ね他の同じロールに対するねこいつって思う部分はね大事だと思うでもなんか最近スクリームだったらねもうデップにライバル心泣いてるもんねデップちゃんエコ狩りするんすよねあの人エコ狩りねエコ狩りキルスちょっとかさ増ししてるんすよずるいっすよねあれ まあなんかうちではなんかその、まあエクセリ溝が、まあたくさん倒せないとい、MVP 取れてないと、スクワットしなきゃいけないっていう。 え、MVP 取れないとスクワットなのそうです。自分で言ってたからね。自分で決めて、その、試合後の MVP、その、ま、マッチ MVP 取らないと、スクワット25回やるって言ってたんですけど、ま、多分今はもう300回くらい溜まってるよね。もうしてないっす。もちろしてないっす。あもう。なるほどね。なかったっす、そんな話は。そう。どっか、どっかでペースをさせなきゃいけないから確かに。ね。当日やろうかねやばいでやばいやばいな。歩きなくなっちゃう。プルプルしながら登場になっちゃう。 <laughs> あるかもしれない。はい。まあ、そんな感じですけど。まあ、この場にいないクルーズの紹介ちょっとじゃあ、じゃあ二人、ざっくり、うん、なんかどんな人間、えー、どんな男なのかをちょっと。えー、一人一個いっとく <laughs> 一人一個<あ>一人一個足りないか。一人一個じゃ足んないかも。足んないえ、ね、じゃあまあ、クルーズはめっちゃ頼れます、うん <laughs> うん。めっちゃ頼れます。頼,頼れる。あ、そうですね。まあ、 俺の次に頭がいいですね。ああ、一番頭いいんだ。一番頭いいっす。やばいっすよ。なるほど。他はセリフがさ、頭良くないやつのセリフなんだよね。まあ、それはそうだね。面白すぎるでしょ。じゃあ、それ以外ない、クルーズの特徴。うん、おしゃれ。おしゃれ。おしゃれです。 フェンド結構おしゃれだったもんね。ファッションすごい最近、最近もう一年間ぐらいもうすごいおしゃれだなって思います。あれこの1年おしゃれな、オシャレな毎回会うたんびにもうすごいおしゃれ。え、バカにしてるいや、しゃいっすい。マジでしないっす。い本当ですほんとに。ほんとにはい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 。水をもう一個ぐらいない、えー、そうっすね。まあなんか、ゴンの影響でちょっと、うん なんか、おおかしくなってる。ちょっとおかしくなってます。でもなんか、自分の感情をすごい出せるようになった。ああ。喜びとか。そうです。まあ最近、まあここ1年ですね。あ、じゃ結構前まではロボットだったんだ。まあ本当にロボットでした。ロボットだったんだ。すごかった毎日毎日怒られて、ずっとずっと。でも、辛かったです。そんな、そんなことないだろ。 適当ばっかり。まあ、ゴンもね、ゴンもやっぱあのクルーズさんに怒られないようにプレイしますって言ったからね。あゴンはまあ、めっちゃ怒られてましたよ。ゴンはめっちゃ怒られた。怒られた方がいいな。絶対に。まあでもやっぱあのインフルエンサーはね、まあリークしたりとかね、最近結構お騒がせしてるもんね。確かに。バロラント界を。リーク界隈でね、VV 言わせるから、あいつ。リークしてインプレッションで生活してるらしいから。今回の DFM もね、最近リークしてたしね。 ちょっとやっぱやってんなとは思いますけど。まあなんかそんな、まあでもクルーズは本当に、結構やっぱちゃんと頼れるリーダーって感じがして、まあ、いいよね。本当にそうですね。めっちゃいいです。なんか俺から見ててもその、かなり責任感があるというか。なんでまあやっぱ、いろいろ背負いそうだけど、まあその辺はみんなで、なんか分担して、まあその2を軽くしてあげれたらいいかなっていうのは、めっちゃイメージとして感じるかな。うん。じゃあまあ、まあ、もうプラスワン、ジョン あジョンタ,ョンタ俺全然、その、知らないから。知らないじゃあ、ざっくり、知らない上での、か、イメージは <laughs> ジョンタ。<laughs> むず。むずすぎるね。<laughs> <ル> <laughs> どういうこといやいや、でもさ、それは、まあ、フェンネルにはいたじゃん。うん。ね、ジョンタは。フェンネルに、ずっといる人やね。<laughs> <laughs> <laughs> 何者かはわからん。だから、その、結局、ね、コーチ、うん もういたじゃん、普通に。何人か。の、オイラさんとかね。そう。うん。だから、そう、謎。謎なんだ。謎だね。ああ。どっちが結局、めっちゃ指揮取ってんのかも、正直分かってないし、その、単、その何、分担してるんだとしたらどんなことしてるかもちょっと分からない、俺は。ジュニアさんと俺みたいな。まあ、それはでもさ、まだちょっと分かりやすいじゃん。分かりやすい。分かりやすくない だってジュニアが引っ張っていけるわけないやん。<laughs> 最悪。いや、笑ったいやいやいや、あんまりダメやんすよ。めっちゃ笑ったね。咳が。すいません、ちょっとたくわれてて。<laughs> 無理がありすぎる。馬鹿にし,ないでしょう、しよう、しない一番尊敬してます。一番尊敬してます。<laughs> それは馬鹿にしてるわ、さすがに。<laughs> まあまあまあ、そうね、確かにその、俺もまあ、なんかその、いろいろ話聞いたりとか。うん 全体に入って一緒にその仕事するまではどういう感じのことをしてるのかが結構、やっぱ外側から見えなかったから。なんかそれは確かに、そういうイメージあるかもしれない。じゃあまあそのジョンタについて聞いて、聞いてもいいですかジョンタの印象ですよね。ジョンタの印象。印象 <laughs> じゃ印象、印象じゃないですかジョンタの、どんな人って感じっどんな人えっと、どんな人か。<laughs> 日本語は。なんか、<laughs> あ、じゃ 溝からでも、いいよ全然まあそうですね、まあなんか、仏様みたいな。いや、もう、ちょっと、もう、分かりにくあそのクラスなんだ。そうですね、でも、ゲーム内のことなんですけど、フェンネルの基本の作戦っていうか、なんか、動きは、基本、ジョンタから全部教わったもので、もう、なんか、基礎がもう、ジョンタ。で、なんか、それがなかったら勝てなかったですね、絶対に。 なんかその動きだったりとか考え方みたいな。そうです、ね、基本理念的なのが、まあ、ジョンタが持ってきてるみたいな。本当そうです。そうです。ただ <laughs>、ジョンタって、その、他のコーチというか、うん、例えばオイラでしたり、うん、と、なんかちょっと違って、すごい一言一言、うん、なんか、経験が多いからか、うん、なんか、すごい重み。 重み、そうそう重みっていうか、なんか、ジョンタがこのことを言えば、うん。あ、確かに、みたいな、なんか、説得力。そう、説得力が、やっぱありますね。はいはいはい。なるほどね。溝とかあ、溝が、例えばまあ、同じこと喋っても、何言ってるのこいつはってなるんですけど、まあ、ジョンタが言うと、あ、なるほどね。納得、みたいな。まあ、確かに。まあ、なりますね。まあ、なんかそこら辺、こう、やっぱ、俺も一緒に仕事してみて、その、 やっぱキャリアがさ、めちゃくちゃ長いじゃん。長いっす。でも本当キャリアで何年ぐらいのもう20、20年ぐらい近いのかな多分,多分それぐらいやってるから。長いね。プレイヤーとしても長いし、その後のコーチとしてのキャリアも長いから、なんかそこで生まれるなんていうの、言葉の重みというか、うん、なんかその経験豊富でいろんなことを知ってるから、なんかそこはすげえなとは思ったね、やっぱ。うん。なんかそのチームビルディング的な部分でも、 その最初の方にチームとしてどうやって動くかとかどういう感じの考え方を持って決めた方がいいっていうのを結構そのちゃんと明確にこういうことをした方がいいっていうのを提示できるから,だからそこはすごくなんか学べるところだなっていうのはめちゃくちゃ感じるえ、ね、今その言語はさ、うんうん、どういう感じでコミュニケーション取ってるのどういう感じ、うん もう、えっ、ー、と、ジョンタは、その英語で自分のアイディアとかを全部話して、うんうん、でフェンネルの時は、自分か、オイラーが、その、うまくトランスレートして、みんなに翻訳して、今、えっ、ー、と、トヨさんが主に翻訳を担当してくれるという感じですね。うん、訳のね。そうです。なんなら笑ってるんですか英語的にわかるんで。<laughs> あ,あ、英語わかるんだ。わかるんでああ。あ、すごいね。まあ ちょっと翻訳してもらって、ちょっとアップルかなみたいな。<laughs> 確認しながらやって,やってますね,確ね、はい。確認作業、ね、この前もそうだったよ。なんか何言ってるかもう分かってたもんね。雰囲気分かって,てってました。ね、<え>カルラと喋る時も、やっぱ、もうペラペラで。もう、会話してます、うん。まあ、会話ってね、まあ、必ずしも言語だけじゃないから、ね <laughs> ね。ボディアンゲージもあるから、ね。いろいろあるから、ねそう。まあ、なんかそう,そうだね。まあ、今、トヨさんに基本、その、 まあ会話だったりとか、マッセージ周りのやつを翻訳してもらって、で、それで伝えたりとか、うん、なんかそういう感じでやってるんだけど、まあなんか、まあ、今後もっとこうスムーズにできたらいいかなとはこっちは考えてるけど、まあなんかそれ今の形もそこまで悪くはないかなっていうのを思うよね。まあ、英語はおいおい。そうですね。おい <laughs> すいません。<laughs> 頑張らせていただきます。まあでもなんかそのうちもデップとかシュガーはずっと と、去年、というか今年か。うん、まあカルラオとやって、まあ、英語を使う環境にそれなりにいたから、まあ、シュガーとかはなんか、ざっくり何言ってるか結構わかってるし、まあ、デップもなんかそれなりにわかってるのかなって感じだから、なんかそこは全然、なんだろう、これ自体がみんな初めてみたいな感じじゃないから、なんかだいぶやりやすい。コーチ人同士は、もう完全英語でやってんのコーチ人同士は、ま、基本英語かな 基本英語でまあなんかちょっと細かい話するときとかは、まあ俺だったりとか逆さん、まあなんか急、いろいろこうパッパと話さなきゃいけないときに、なんだろ、豊さんとかはお願いしてるから。うん。ちょっと難しい話だったりとかは、どうしても、まあそこまで完璧にはできないから、俺はもう。まあなんか、全然いいね。俺は、英語を使える環境がちょっと、もともと、なんだろ、希望の一つであったから、 なんかそういう場所で仕事するってのが、まあ俺はかなりいい。なるほどね、うん。はい。まあそんな感じで、マ、まあ、ジョンダは、まあ、まあ、ちょっと今回、どうなんだろうな、ちょっとビザが難航してて、まあ、来れるかどうかわかんない。まあでも来れそうではある。あ、よかった。うん、めっちゃ嬉しいです、ね。ちょっとわからないでも、なるほど今の段階だと。きついっすよね。当日でもいるかもしれない。なるほど。はい。まあでもいてほしいね。いてほしいっす。す結構ね、いろいろ本当に、 いろいろ話が聞いてるけど、だいぶ大変そうだから。え、はいはい、どこの国の方なのそう、ウクライナなんです。あ、ウクライナなんねそう。まあ、いろんなね。まあ、そういう情勢で、かなりビザの発行が、ちょっと難しくなってるから。うん。確かに。そう。その辺は、まあ、リーグまでには、まあ、いろいろできたらいいなっていうね。そんな感じかな。はい。じゃあ、ちょっと次の話に行きたいんですけど。はい。まあ、チームの雰囲気とか、まあ、なんか、もともといるそのデップ集が、まあ、どんな感じっていうのをちょっと聞きたいんですけど、<laughs> えーえー、まあ一言で表すと二 <laughs>、うんえー、人さんインセインですねインセインインセインインセインイ一, <laughs> 一言で表すと <laughs> 一言で表すと <laughs> 一言で表せられ <laughs> な,ないんですけどあ<ー>でまあなんかそれぞれ違う強さがありますよねなんか例えばデップさんだと、うん、最終的にキリス一番上で うん、ああってなってんねん、そいつを。うん、シュガさんは、うん、もうクラッチ率もう90%ぐらい。もう1人残ったら、1人残していいんじゃないかって。もう死んでこようかなって俺、思ってるんですよ、<ー>毎回。2ツ2とかでもね。そうそうそう。もう1人あ、俺死んほうが勝てるなと思って。<laughs> 逆にね。そう、なんか、マジでクラッチしてます。うん、俺き昨日80%って言ってなかった、ね。俺クラッチ率、10%。それ触れられない、触れないでほしかったです。<laughs> ね <laughs> 昨日から十パーが上,が10上がった。昨日は十パー上がった。あれ昨日もだいぶしてたもんね。昨日はやばかったで、ねね、昨日はばかったね。いや、そう。まあ、なんか本当に昔、昔のそのアストラをメインで使った時のシュガーゼロがマジでクラッチキーヤだったから、本当にもうシーズンそんな感じですごい調子良さそ,そうだね。めっちゃいいっすよ。め <laughs> 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 いいっすいっすね。いい自信。いや、いいね。いい自信ですよ。<laughs> まあ、二人はそんな感じなんだ。 でも、まあ、チームの雰囲気どうですかめっちゃいいっすね。めっちゃいい。めっちゃいいっすね。あまあ、あんまり僕らからしたら、うん、もう、チャンネルとあんま変わんないぐらい。うるさいっすね。いや、そう、なんか、入って、まあ、合流して、その練習が始まったタイミングぐらいが、まあ、ちょうど先月ぐらいやったじゃん。そうっすね。で、まあ、最初からやっぱ、結構うるさいな、こいつって,て思ってたんだけど。そんなこと思われてたんですかえ気づいてない気づいてない。みんな持ってるよ。え、マジっすか、ね みんな持ってる多分。でも一番静かっすよ、自分。あ、そうなんだ。虚言えぐいな、さっきから。信頼失うよ。信頼失うよ。ここら辺でやめておきましょう。もう、いっョはなしで。なしなしで。チョケなしで、そう。なしでもこれから。じゃあ、チョなしで言うとありがとうって言ってほしいっすね、逆に。ありがとう。やっぱ自分が話すことによって、うん。わわあなって、みんな仲良くなれたんで。うん。 あのね。あ感謝してほしいです俺のおかげってことか。そう、俺のおかげ全部。うん、ありがとうございます。そうで嘘です。えちょけなしじゃないちょいすけなしじゃないでも、うるさいです、一番自分がいや、まあでもなんか実際その、先月ぐらいから練習始めて、まあなんか、他の二人とも、なクルーズと話したりとかいろいろしてたんだけど、いや、まあまだこんなもんじゃないですね、みたいな。よく喋るね、みたいな話をしてたんだけど。でもまあ全然こんな、ね、まだ、まだなんか、猫被かってますね、みたいな、ね。そうすよ。ちなみに、 彼はまだリミッターかかってます。まだリミッターかかってる。<え>今何パーぐらい？今えどんな、今ざっくり言うと、今七十パーセントくらいまでしかまだ声出てないので、七十パー間。来るずと正直森犬性があるんですよ。思っちゃうんですよ話を <laughs> なんかそう悪いとかなんですけど、エ <laughs> ンドルガーそう。うまあでも自分もやっぱ年齢上がってきて、<laughs> うん、大人なってるんで大丈夫ですよ。<laughs> え今二人何歳？ 自分は21です。十一。自分は1八十9っすね、今年。持ったの。持ったね。え、今年 19? 今年19歳。18ですけど、まだ。19っす。今年で19歳ね。年で十九歳。何月 ?12 月です。おはいはい。まあまあまあ。70%ね。え、クルーズがクルーズが何歳だ ?22 歳です。十二か。だから1個ずつ上がっていくまあでも1、1飛んで21、22? あ、そうっすね。23? 4? かじゃ、だいぶ、年齢、うん、平均年齢下がったね。だいぶ下がったね、うん。一気に下がったね。ちと俺と同度年しか1個上がいたから、<ー>去年まで。ラズがいたからね。うん。なんかもともとみんな若かったけど、なんかそれで中央値結構平均だったから。まあ、今回かなり若い面ンてだね。確かに。あのデップがもう最高ね、まあ、一番上だからね。そうか。そう。それを考えるとやばいよね。やばいね。ね。 うわ、やばいわ。俺が一番最初、ワオチ一緒にやった時だけ、ね、あいつ十7とかだったからね。ね、ペーペーのガキだったから。だいぶもう、<laughs> ね、だいぶ大人になりましたね。<laughs> え、えリーダー的な人はもう決まってんの、うん、リーダー誰リーダークルーズじゃないですか。クルーズ。ーズ新メンバーがリーダーな。まあでも、 なんだろアイジェルしながら、やっぱ結構リーダーシップ感はかなり出てるね。まあ確かにね、うん。俺についてこい。雰囲気あるよね。って感じはあるね。リーダーのふ、うん、風格はある。リーダー。えリーダーって言った。リーダー。リーダーね。リーダー。リーダーって言ってた今。キモい <laughs> <laughs> キモいわ。<laughs> <laughs> はい。はい、まあなんかそんな感じだけど、まあ、そう、まだまだ多分、まだそんなに、 本性出してないんだろうな、みたいな。え<っ>まあでもなんか、その、俺が知ってる、そのゼタの雰囲気からすると、だいぶやっぱ、だいぶちょっとやっぱ年齢層若返ったなっていう会話はしてるよね。<laughs> なるほど。まあ、主にはそうっすね。<laughs> そうね。まあ、主に。主には言えないんですけど、そう,そうそうっす、ね、でも、おなかいい方がいいんで。いや、そう。やっぱり、チームは。それ間違いないね。うん。まあ、なんかこれから、ね、 韓国に遊兵されるわけだから。そうですそう。頑張ろうね。頑張ります。頑張ろうね。頑張ります。大変だぞ。海外生活。ちょ、先輩面。いや、大変だマジで大変やから。2年経験ね。えぐいで。何が一番大変だったんですか息抜きが、ない。はあ。ー。なますね。息抜きがないね。あの、リーグ始まるまでも、あんまりないけど、始まったらもうない。 はいはいはい。どれぐらいだっけ期間。まあ、2ヶ月半ぐらいかな、ね、ワンスウェイト。3ヶ月、二<れ>ヶ月半ぐらい。1週間活動して、大会あって、うん、次の日1日休みだけど、別にすることないし、疲れ切って何もできなくて、また活動、大会っていう、この無限ループが、やばい。なるほど。はい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 。なるほど。二人とも、外出るのと出ないのとだったら、 自分は結構出ない派っす出ない派出ない派っす出たいんすけど、出ないんすよ。ずっと翔太が。あやっぱ。俺、俺らは。やっぱ二人のせいか。俺ら自分だけなんですよ、陽キャが。そう。なるほど。陰キャ陰キャしかいないんですすいません、本当に。すいません。なるほどね。いや、でもまあ、近くにね、いろいろ、あの、 水族館ったりするから水族館ご飯とかはね、いろいろ多分あるだろうし、中までやってるから、活ツ終わった後行けるだろうし、シュガーップもうだいぶ開拓してるから、おおね、あいつらかなり開拓してるね。いいお店知ってると思うから、その辺はね、いあいろいろなんかその、日々、日々、少しだけでもいいからなんかこう、息抜きみたいなものをできるといいなとか考えてるから。 やっぱずっとリーグ通して結構緊張感ずっと保たなきゃいけないから、なんかそこはこうね、一日、毎日少しだけでもこう力が抜けるようなタイミングが欲しいよね。あのー、大会中のあのピリピリした感じ、うん、マジで、精神的にきついよね、うん、あれ。まあ、今年はどうだろうな。まあ俺、 俺がまあもう今年そこまでなんだろう。もう一昨ととかかか去年感じてたようなプレッシャーは、まあそんなにもう感じてないのと、うん、まあリーグ、まあチームとして3年目だし。いやまあでもほら、うん、まあまあまあ、リーグ、まあリーグ1年目だっけ君たち。あ,、まあ、あまあまだ、そうっすね。すねまあそうだね。全然ね、俺らの背中見て。あなたはどうでもいいですよ。俺らの背中見て、<laughs> まあやっぱね、プッシュがもう、あいつらも3年目だから。なるほど。 リーグのこなし方、だいぶ熟知してるから。ああいまあそこら辺は見習って一緒にやれたらいいかなって思ってるけど。マジで。うん。頑張ってほしい。まあ困ったらね、あの、OB いるから。OB に電話して相談してもいいしね。OB で <laughs> ロリやってるからあんまり電話取れないかもしれない <laughs> <laughs> いやだ、だもうバロやってるって。これやってんだ。ああ、そう。竹 J と一緒にやるよ。なんでタケジェと一緒にやるよ。あ、ちょっともうガチだから。<laughs> あいつはガチじゃないんだもん。ガチじゃないからあいつは。竹森ガチじゃないんだもん。そんな感じですかそうですね。話したいことありますかありますかリーグ楽しみえ、やっぱりリーグ楽しみですね。自分は、そう、なんか大会で、うん。リピリとかってより、楽しみなんですよ、毎回。うん。けどそれって、オフラインめっちゃ楽しみだったんですよ、毎回。毎回出てたじゃないですか。 でもなんか、それは、うん、まあい、半年に1回とかのペース。うん、半年に2回とかのペースだったから、1週間に1回も大会があるっていうのがどう感じるのかまだ自分でわかんないんですよね。確かに。なるほどね。まあ確かに、まあ心の準備というかね。そうなんです。気持ちをこう高めていくっていうよりは、まあ割と高い状態キープしなきゃいけないから。もうなんかこう、こうなっちゃいそうで、最初。うん、最初は多分楽しいんですよ。うん、でもこうやっていきそうで。 怖いなっていう、ね。なるほどね。まあまあまあ、そこら辺はね、全然楽しんでいきたいかな、俺らも。楽しみたいです。チームとしてね。そうですね。はい。まあなんか現状そのうちも、まあ練習見てたりとか、なんかそういう面で、まあ、ある程度チームとしてこう、試合楽しんでる時とか、まあ声出る時ののが圧倒的に強いから、なんかそういう雰囲気は、まあ大会でも目指していきたいよね。まあでも実際オフライン、多分、めちゃくちゃ、 強いタイプだと思うけどね。その、溝とかはめちゃくちゃ声出るから。溝はめっちゃ、オフめっちゃ強すよ熱くきます、声で。敵に。敵に。おい待って。待ってんねん助け出あの、ちゃんとペナルティークラスだからね、ブースティオとか。あ、そうなんすか。気をつけてうわちょっと危ない。危ないな。すいませんゃ。中腰ぐらいにしとかないと。中腰にしてモニターの向こう側から覗くくらいにしないと。4ペナぐらいもらいますじゃん。4ペナ ?4 ペナはまずいね。 バンピックの権利なくなるからね、あれ <laughs> あ、そうですか。そう、ペナルティ安いそう。タイムアウトとか、バンピックなくなるから、ね。<laughs> やめときます。すいません。やめときます。<laughs> まあでもなんかそこら辺はね、なんか強気でいきたいよね。そうですね。うん、<laughs> 気持ちで負けちゃダメなんでね。やっぱね、それは思うよ。<laughs> はい。<laughs> なんか変な感じだわ。<laughs> はい。まあ、そんな感じで僕らの、えー、レッドボールホームグランツはまあ、まあ最後にね、はい。 ちょっと意気込みを、ま、聞いてから終わろうかなと思うだじゃあ、黒さんから。俺からっすかはい。そうっすね。ちょっともう傍聴が。行きますよね。レッドブルホームグランツはい。行きますよ。見に行きますよ。あ、まだこれ、レッドブルの意気込みっすかレッドブルホームグランツの意気込み。あ、そっちリーグじゃなくて。あ、もうレッドブルホームグランツの意気込み。そうっすね。気合入れて、ラツの隣で、えォッチパしたいと思います。はい。もらって、 ちょくちょく合うからさ。うん。聞いてると、いいわ、なんかもう、最高だよって言っても。いつも。どういうことストリーマ、コンテンツクリエイターの生活、最高だよ。いやそうだろうね。最高でしょ。いや、もう、正直、あの、最高ですよ。で。最高ですかこの、気を抜けてゲームできる感じが。ふぬけになっちゃうよ。ああ、ふぬけになっちゃうね。うん。やばいわ。気をつけてね。はい。 はいじゃあ2人にはちょっとリーグとねレッドブルホームグランズへの意気込み、まあ、どっちももらおうかななるほどまあ準備できた方からねいいっすかじゃあお早い,い,いねそうですねレッドブルは本当にもうい今年の自分たちは一味違うぞっていうのを地味見せつけるんでもし今年見とけよ今年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 終わるけどね来年か来年っすねちょっと今年終わるよな恥ずかしいんでカットで <laughs> もう一回やるもう一回。来年の、うん、あ、そう、来、来、ああ<ー>、よし行きます。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとなんかち、もう、ぐなりすぎてやばい。いやいや、全然ゆっくり。来年の、ね、自分たちは、まあ、一味違うんで、えっとまあ、バンコクだっけ <laughs> 確か、韓国とカナダとどっちねパリか。なんで、全部出たいと思います。もういいね、マスターズ日本、チャンピオンズ本。もう、見てください、全部。来てください。現地にね。いいんじゃないですか。頑張ります。じゃあ、ショタ。えコメント、難しいですね。難しい。難しいですね。 ちにっと苦手なタイプだ。え苦手なタイプだ。にょ苦手ですね。言葉考えるのは。えクルーズがいたらな。やっぱクルーズはこういうとこ結構手くわけね。しま、ルもうやばいっちゃんと閉まりそうだけどね。語彙力めっちゃ高いですよ、彼は。語彙力ね語彙力。語彙力もそうですし、もうなんか頭の回転がやっぱ早いから。ああ<ー>。バッと出る。バッとね。俺はもう、考えすぎれば考えすぎたで、どんどん言葉が下手くそになっていくから。<laughs> 俺の場合は。 混ざってくる。ね混ざってくるえー、そうですね,でもね。大丈夫だよ。あの、デップは、こういうとこ頑張りますだけで、5年ぐらい、キャリア頑張ってきたから。<laughs> <う>なるほど。パブジーの頃のインタビュー、全部頑張りますだったからね。悩めるだけまだましだよ。なるほど。OK です。えー。はい、まあ、これから、ちょっと、 来年リーグが始まってから、うん、まあ練習もそうですし、えー、どんとどんまあ、続き頑張ります。いや、全部カットっすよ、こんな <laughs> <laughs> 意気込みってこんなにつらいんだね。でも、息,息込めれなかった。はあ、あじゃあお手本を 見せてよちょ来年の意気込み。来年の意気込み <laughs> そうですね。今もう練習もいい感じで仕上がってきてるので、うんうん、来年、めっちゃいい成績出せると思うので、うん、ぜひ応援よろしくお願いします。やっぱ完璧です。<ー>これ、これじゃ、このままコピペで。コピペでいきます。<お>えー、今、チームの雰囲気も練習もめっちゃいい感じなので、えー、来年、この調子でいい成績を残せれる,残せれるように頑張ります。 おいいですね。お受け継がれた。だいぶ。だいぶ。いや、リーグはね、終わった後にステージインタビューとか、あの、バックステージインタビューとかあるし。結構あるよ。なんだったら翔太は英語喋れるから、ステージ多分そのまま呼ばれたりする。いや、俺絶対行かないですよ。あれ、強制なんですか共生。ま、指定入るね。お前ってなるよ。英語できなくて。大丈夫。英語できなくても、そういジか。ね。通訳込みで呼ばれる。そう。 なるほど。毎回よりそっちの方がちょっと気になるかもしれないですね。やっぱ勝ったら、勝ったらいいから。やっぱ勝っていこうそうす。負けしたらあれ、なかなか出ないからう全部いっちゃうじゃん、俺は。全部いっちゃうよ。ばいって。もう慣れちゃうよ。全部いっちゃうよ。英語ペラペラになっちゃうよ。おやゆいよ、俺。ハやゆい俺。なしみちょい。何さんだけ、あのステージの女の人は。なしされちった。あの人にちったじゃあ 溝森エン、イングリッシュ。あいいっすね。通訳なしで。通訳なしで。えぐえぐえぐ。頑張ろう。聞き取れないもん、だって俺。大丈夫。聞き取れなくても答えればいいから。そっか。はい。で言いたいこと言えばいい。確かに。俺の演説でもいいんだけど。もうなんたら別に英語喋らなくて日本語で返してもいい。確かに。あの人若干日本語わかるから。ええ。そう。少しだけね。はい。まあそんな感じでね。はい。まあ今回、まあ新加入した二人。 はい。と、今回撮ってきましたけど、どうですかいけそうですかう,うちら。まあ、正直、うん、ちょっとあの、メンツ的には、はいはいはい。もう、維持。維持維持。維持だし。あの、うん。会話力が、うん、ちょっと、<laughs> 不安を覚える。あ、会話力に不安を会話力に不安を覚える、うん、会だいや、やっぱそれはさ、なんか、圧がさ、 俺そう、そりゃそうっすね。やばいっすよ。やばいっすやっぱもう緊張しよう。しよいつもペラペラ話してるけど、そのやっぱ、グロさんとキュさんがここに座ってるから、あの、まあ喋れなくなった可能性はありますそれはちょっと申し訳ないね。圧がね。じゃあ普段はそんなことないってことですか普段はもうすごいよね。すごい。すごい。一回その俺らの練習見てほしいね。いい意味で もうすごいよねあ。なるほどね。<laughs> そこは、あの、まあ。いろんな意味ですごいから、やっぱり。あ<ー>やっぱ若いな。若いっていいなって思うような会話をしてるね。<laughs> なるほどね。まあ、想像できますね、<う>大体。<laughs> そうね。はい。でもまあ、いいことだと思いますよ。いや、そうですよ。うん。まあ、なんか、やっぱ、こういう、このポッキャスって、基本的にそのクリエイター以外の人間が、この場で言われると、大体みんな喋れなくなって帰っていくっていう、ね。なるほどね。 まあ、旧ゼータもそうだし、まあ、アカデミー組もそうだし、なんかみんな塩らしくなってしゃべんなくなるから、こ、うん、ういうノリができるのね、<う>かなりいい,いいと思います。はい、ありがとうございます。はい、リーグまでにはちょっとインタビューの練習しとこうか。あそ,うだね、そうですよね 期待しとくわ。インタビュー。勝ってインタビューね。<laughs> スクリーム一本一本終わった後に、マッチ MVP だったやつにインタビュー。ああ、いいっすね、<ー>それ。それはめっちゃいいっす、ね、<laughs> マジか、俺されるな、じゃあ結構。あ<ー>あ<ー>、ああ。そっか。英語で行くんじゃん。もう英語で行くわ。おいし <laughs>、うん。いいね。じゃあ、彼らにしてもらうから。行く<グ> <laughs> トヨさんいるから。トヨさんで行こう。うん、はい。まあそんな感じで、はい。来年は僕ら、まあこの二人プラス、まあクルーズ、ジョンと、うん、まあ彼らも含めて、<laughs> なんだ何人だ ?8 人。 8人で挑んでいくので、応援よろしくお願いします。はい。えっと、ルホームガンズも、勝ちたい。勝ちたいね。勝ちたいル行きたくね。行きたいっすよ。全世界旅回りたいっす。いや、英語、英語、一番英語ができないのにすごいなと思って。いや、もう、いや、行きたいっすよ。パッションで行けっす、んなあ、パッションね。パッションっすよ。パッション運営し行きましょう。はい。じゃあ、そういう感じで。はい。楽しめました。本当に応援してますよ。 あっち向いてください。応援しますよ。ありがとうございます。あなたもね。俺はね、まあ、気楽に行きますよ。はい。まあ本当に、ね、DFM も出てましたから、ロスターね。みんな。もうリークで知ってたけどね、ゴンさんのね。ああ、リーク界隈で流れてきたかリーグ界隈でも流れてくるから。フォローしてる人からリーク流れてくるのはさすがに回避できない。ね。さすがにね。はい。はい。あそ楽しみです、本当にリークが。 楽しみたいな、ね。はい、はい。ということで、X&Close s h を、えー、94回、はい、94回はゲストに、えー、クルーズいないですけど、翔太溝、溝、翔太 <laughs> X ディルを迎えての回でした。はい、はい。YouTube の方は、高評価と、まあ、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、今後はまあ、ポッドキャストを撮っていくので、まあ、韓国とかで撮れたらいいのかな、僕ここらで、ね。うん、まあそこで、まあ、呼んでほしい。 呼んでほしいゲスト、過去クルーズ含めて、いろいろまた取れたらなと思ってるので、まあ、お楽しみ、まあ、楽しみにしておいてください。はい、スポーツフィアの方にもありますので、そちらでもよろしくお願いします。次回は、次回はあの大物、それ今、加入したという噂が流れてるんますので、決まってるんですか、もう。出るかもしれません。めちゃめちゃ楽しみです。まあロール界になるかもしれないのでね。はい。とことでじゃあ じゃ閉めてもらっていいえ俺お願い。閉、うん、めてもらっていいっめっちゃ完璧なエンディング<俺>お願い。うん、大事でここ。はあ、え俺なんだ閉めてもらっていいなん,かな,なんかいい感じで。<laughs> 今日は今日は見ていただきありがとうございました。終わりさよ <laughs> なら。<laughs>